メランザーネあったパルミジャーナパルミジャーナやメランザーネ、あらパルミジャーナと表記されることもあるは薄切りもしくはスライスしたナスを揚げ、その上もしくは下にトマトソースとチーズを相乗に乗せて焼いたイタリア料理である。材料としてナスを用いたパルミジャーナが発祥当時の調理法とされている。料理がどのように誕生したのかは不明であるが、カンパニア州南部やシチリア島発祥の説と、 パルマ県北部発祥の説が存在する。ナスのパルミジャーナの他にも、鶏肉や、コウシ肉、カツレツや野菜を材料として使用することがある。用意した材料をスライスして、オリーブオイルで炒めた後、トマトソース、チーズを上から層状に乗せて、オーブンで焼く。材料によっては、炒める前に溶き卵をくぐらせて、小麦粉をつける、もしくはパン粉をまぶすことがある。チーズは、 パルミジャーノレッチャーノのようなハードチーズを用いることも、あれば、モッツァレラのような柔らかいチーズを組み合わせて使用することもある。コウシ肉や鶏肉のカツレツを用いたパルミジャーナは、イタリア移民の多い国では、一般的な料理となっている。アメリカ合衆国やカナダでは、コウシ肉や鶏肉のパルミジャーナは、前菜として供されることが多く、時にサブーマリンサンドウィッチとして供されることもある。 また、パスタの添え物もしくは一部として使用されることも多い。みじん切りにした玉ねぎやピーマンをソテーもしくは生で添えて供されることもある。コウ牛肉のパルミジャーナは、イタリア人の間では、コトレッテアル・ラ・ボロニエーゼとして知られている。コウ牛肉もしくは鶏肉のパルミジャーナは、オーストラリアやアルゼンチンで一般的な料理であり。 どちらの国においてもポテトフライやサラダと共に供される。オーストラリアでは、スライスしたハムやスライスして揚げたナスを含め、トッピングにも様々な種類がある。オーストラリアでは、パルミジャーナは通常、パーミーもしくは、パーマと呼ばれることが多い。アルゼンチンを含む南米の国々では、小牛肉や鶏肉のパルミジャーナの上にハムを乗せ、フレンチフライと共に供される。 この料理はミラネッサ、エーラナポリターナとして知られている。この料理に目玉焼きをトッピングするとスーペルミラネッサもしくはサプリーマナポリターナと呼ばれる。この料理は1940年代にブエノスアイレスにあったナポリ料理レストランが発祥である。類似の料理として豚肉や鶏肉を用いたパーモがあり、イギリスで一般的な料理となっている。ありがとうございます。